三宅県、平野市洋人宮寺由たら戸部勢揃いの初食事会裏話明かす、マジでお見合いみたいだった。こんにちは、皆さん。今回の記事では、滝沢秀明氏が設立した新会社、戸部に所属するアーティストたちが初めて集まった食事会の舞台裏を三宅県さんの口から明かされた貴重なエピソードをお届けします。戸部勢揃いの食事会について、 彼らの楽しい瞬間やお酒の事情、そして平野市洋さんと佐藤新さんのやりとりに迫ります。三宅県、戸部メンバーと初の食事会へ、新しいエンターテインメントプロダクション、戸部は滝沢秀明氏によって設立され、現在、三宅県さんの他にも平野市洋さん、神宮寺ゆ太たさん、7人組グループ、イムップ、そして大統立樹さんが所属しています。 その戸部所属アーティストたちが初めて集まった食事会の様子が三宅健さんの YouTube ライブで語られました。今回の動画で三宅さんは全員揃ってご飯を食べたのは初めてかもしれない、と戸部所属アーティストたち勢揃えの食事会について触れました。そしてその時の雰囲気を新鮮だったな、楽しかったです、と振り返りました。 初対面同士の会話、まるでお見合い三宅さんによれば、席順は神宮寺さんが右側、平野さんが左側に座り、そこにイムプエのメンバーが続き、円卓を囲みました。そして、中華料理を楽しみながら、はじめまして同士の人の会話っていうか、趣味とか何なのとか、車何乗ってるのとか、食べ物何が好きなのとか、 確実に初対面の人たちの会話だった笑い、マジでお見合いみたいだった、と、その会話の内容を明かしました。三宅県戸部食事会お酒事情や席順は興味深いことに、戸部所属アーティストたちの食事会ではお酒の事情も話題になったようです。 滝沢秀明氏はスタッフと同じテーブルに座り、三宅さんらタレントたちが囲むテーブルでは、イムップのメンバーがお酒を楽しんでいたことを明かしました。特に、イムップの子たちすっごいお酒飲んでた。一人真っ赤だし、元居、俊介、くん、と酔っ払っていたメンバーを告白しつつ、平野くんの隣が、佐藤、新田くんだったんだよ。そこはなんかさ、イチャイチャしてた。 とにっこり。一方、三宅さん、平野さん、佐藤さんはコーラを楽しんでおり、他のメンバーはアルコールを楽しんでいたようです。三宅県、平野市要佐藤新のやりとりアカスアース。さらに、三宅さんは食事会でのエピソードを次々と語りました。平野が、猫麦粉アレルギーがあるらしくてだから食べられないものを全部新ン君にあげてた。新ン君 かなり憧れてる平野からもらうご飯だから食べないわけにいかないじゃんだから頑張って食べて結構お腹パンパンだったんじゃないですかしょうかわいかったよ笑い。と平野さんの小麦粉アレルギーについて語りました。三宅さんは平野さんのことを気にかけており、俺を思ったのが食事会で新たくんに平野が北京ダックをあげてて、あ、俺が食べたい。 と思ったもん、言えなかったけど、仲良くやってるんだもん笑い、と、ちゃめっけたっぷりに嫉妬していたことを明かしました。平野さんもこの食事会で、小麦粉系が入ってないやつを食べてた、と語り、さらに食事会で一番話していたメンバーだったことを明かしました。結論。戸部所属アーティストたちの初の食事会は、楽しい瞬間や微笑ましいエピソードが満載でした。 初対面同士の会話からお酒事情、そして平野耀さんと佐藤新さんのやりとりまで、飛べ勢揃いの食事会の裏話はファンにとってたまらないものとなりました。今後も飛べからの新たなエンターテインメントに期待が高まりますね。読者への挨拶。皆さん、貴重なエピソードをご紹介しました。 飛べ所属アーティストたちの中の良さや楽しい一面が垣間見える食事会の様子いかがでしたでしょうか今後も飛べからの様々なエンターテインメントが期待されます。ご一緒に楽しみましょう。